アリナです。今日の動画は冬のアウター1週間コーデルックブックです。イエーイ。もうほんまに可愛くて自信たっぷりなアウターを今回は7個用意して、そのアウターをメインにちょっと7個のコーデを組んでみたいと思います。でこれからクリスマスとかがいっぱいイベントとか待ってると思うねんけど、そういう時に服どうしようかなって悩んでる人の参考に少しでもなれたらいいなって思ってます。ぜひ最後まで見てください。では早速やっていきます。レッツゴー。はい、ここからはアフレコで説明していきたいと思います。まず一つ目はこちらです。ラブユのウールトレンチコートです。このコートお気に入りすぎて今年めちゃめちゃ愛用しまくってます。じゃじゃーん。こんな感じで赤っぽいボルドーのニットと白いパンツと合わせてみました。めちゃめちゃクリスマスっぽくないですか？かわいい。めっちゃお気に入りのコーデです。アウターを着たらさらに大人っぽさが増します。黒のコートってほんまに一着持ってたらめちゃめちゃ使えるし間違いないですよね。でちょっと大人っぽい感じの雰囲気にしたかったので前髪をかき上げちゃいました。いいね。でショートブーツと合わせてみます。こんな感じでなんか白いパンツとか調整しにくいなっていう人とかでもこんな感じでロングコートの下とかからチラッと見える感じが可愛かったりするのでおすすめの着方です。首元にちょっと色が赤っぽいのがチラッと見えるのも可愛い。バッグはこちらのチャールズ&キースを持ちます。次2着目はこちらのモーメントプラスの緑のコートです。じゃじゃーん。こんな感じでミニスカートで登場しました。個人的にこの千鳥柄のスカートとこのモーメントプラスの緑のコートの合わせ方が大好きです。めちゃめちゃ可愛い。カバンはこちらです。最近買ったお気に入りのカバンなんですけどめっちゃ可愛くないですか？ゴールドのピアスとゴールドの取っ手と統一感出してます。こんな感じでなんかミニスカートとか履くの結構勇気いるなっていう人多分いっぱいおると思うんですけど、こんな感じでロングブーツとロングコートと合わせたら足見える面積が結構少ないから着やすいかなって思います。これデートとかに着ていくのめっちゃおすすめかも。色合いが好きすぎる。サランっていい女感を出してみました。次3着目はフィフスのガウンです。じゃーん。白いタートルネックと黒のレザースカートと合わせてみました。なんかめっちゃ大人っぽい。あ、なんか思いついた。じゃじゃーん。 H&M で買ったんですけどめちゃめちゃみんなから好評で、なんかシンプルなコーデにでもアクセントになるのが
めっちゃいいです。かわいい靴はこちらのローファーです。これはグレールのお気に入りのローファーです。金の金具がめっちゃかわいい。靴紹介したのに全然足元が見えてないですすいません。フリ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 。ガウン羽織ってみます。かわいい。なんかこういうカラーのコートって結構派手なイメージがあって着づらいけど、なんか合わせ方によったらめちゃめちゃ可愛く着れるし、大人っぽくもなるし、周りと差をつけられるので、リナはめちゃ大好きです。で、タートルネックとか結構首が詰まった感じの服を着るときは、やっぱり髪の毛はアップにした方がさらになんか可愛さが増すかなって思います。ハーフアップにしてみます。じゃん、こんな感じ。うん、なんかハーフアップにするだけでまた印象がお姉さんみたいになりましたね。青ってなんかすごい冬感出ますよね。かわいい。おすすめのガウンです。はい、次はこちらのジャケットです。これはオルドットのものです。じゃーん、こんな感じで真っ黒で登場しました。このジャケットほんまに可愛いから、ほんまにおすすめしたいです、みんなに。そう、この袖の部分がこうやって折ったら緑が出てくるんですよ。これがめちゃめちゃ可愛くってお気に入りのポイントです。なかなかあんまりなくないですか、こういうジャケット。めっちゃアクセントになって可愛い。しかも緑大好きやからもう最高。で、前を締めてベルトを締めてみます。なんかジャケットにこういうベルト、ウエストベルトするのって結構可愛い。あ、めっちゃ大好きな組み合わせです。ジャケットの袖の緑がやっぱりいい味出してますね。バッグはツヤツヤな生地の黒いカバンにしました。ほんまに可愛いこの組み合わせ。はい、次はこちらの千鳥柄のコートです。じゃーん、このコートには青のニットと合わせてみます。このコーデちなみに全部グレールです。ニットもパンツも。プチプラやとは思えへんぐらいの仕上がりじゃないですか。青と千鳥柄かわいい、この組み合わせ。イエーイ、ピースで、前を締めても可愛いですね。またちょっと雰囲気が変わって。で、結構上がボリュームあるので、パンツはフレアパンツにして、ちょっとタイトめな感じにして着太りしないようにしてみました。バッグはこのカバンですね、大好きな。次、じゃーん、次はボアジャケットです。じゃじゃーん。はい、このコーデは結構カジュアルな感じに仕上げてみました。イエーイ
のボアジャケットがグレーで買ったんですけど、めちゃめちゃあったかくて、しかも可愛くて、ほんまに最強なんですよ。あったかいって言ってます結構ボアジャケットがボリュームがあってゴワゴワしちゃうので、重たくならないように髪の毛を一つでまとめてみます。こんな感じ。めっちゃすっきりして、なんか綺麗に見えますよね。なんか一本だけめっちゃ落としそうな髪の毛があるじゃあバッグはこちらのチャールズ&キースです。大人カジュアルって感じかな。ラスト、はい、最後はこちらのチェックのコートです。じゃじゃーん、またまたブラックで登場しました。このマーメイドスカート、めっちゃラインが綺麗ですよね。お気に入りです。ジャケットとかこういうアウターとかを柄物を持ってくるときは、基本的に私は全部他の色は統一させたりとか、シンプルな感じにしてます。こちらのトーガのピアス、これ彼氏にプレゼントしてもらった大好きなお気に入りのピアスです。かわいい。冬っぽくって、毎年冬になるとつけるのが楽しみなんです。これをコーデをご紹介しました。どうでしたか？なんかロングコートとかショートコートとか、あとは柄が入ったコートとかシンプルなコートとか、いろんなアウターを混ぜてご紹介したんですけども、どのコーデが一番好みでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画がいいなって思ってくれたら、グッドボタンと高評価、コメントも待ってます。お願いします。バイバーイ。グッドボタンと高評価一緒じゃない？なんで？グッドボタンと高評価一緒じゃない？一緒なん？一緒やよ。一緒や。グッドボタン違うわ。高評価と何？なんて言う？高評価とコメントか。あ、そうやな。チャンネル登録か。バットボタンか。バットボタンはいいや。そうよ。間違えた。もう一回やり直すわ。この動画が良かったなって思ったら、グッドボタンとコメントとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。